え皆さん、こんにちは、シュうです。えー、昨日、少しね、ちょっとお時間遅かったんですけども、えー、GS、GS のクォーツを載させていただいてますので、まあ、てかお時間ございましたら、ぜひご覧になってください。もうすでにね、あの先輩からコメントいただいてて、ご自身も <laughs>、この QF、えー、僕のは62なんですけど、 61、えー、のキャリバーのものを持ってらっしゃると、まあ、ノンデイントのタイプで、ケースとかの大きさ、ケースは僕のものと全く一緒ですということでした。で、その方も、ちょっと GS の割にはちょっと華奢な、控えめな、こういう針だけども、もう徹底的に磨かれて、キラキラしているのが最高にかっこいいんですと、大変好に入ってらっしゃるみたいでね、あのおっしゃっていただいてました。で、この前ね、あのオーバーホール出されたみたいで、あのこう 成功のオーバーホールの僕動画を何個かちょっと見たことあったんですけど <laughs>、一人のことは3万5 0円って言ってたかな。でもまあ多分5万円ぐらい。で、えっと、そこにさらにケースの仕上げを入れるかどうかで3万円ぐらいなんかプラスになるって言ってたのかな。でも多分その、 その方が言ったのは、エッドケースの仕上げをしなかったけども、ポリッシュ仕上げだも十分ピカピカになっ,てなって帰ってきましたという、まあ、動画を上げてらっしゃる方がいてて、あのここまでこだわって、ね、作っているセイコーさんなので、当然オーバーホールも、ね、あのメーカーに出されると、本当にすごい素晴らしい仕上げを、ね、あのしてくれるんだと思うんですね。僕、昔ロレックスを、ね、一度あの、<laughs> オーバーホールに出した時あって、昔のロレックスはね、オーバーホール中に貸し出してくれたんですよ、1本ロレックスを。で、代わりのロレックスを、えっとオーバーホールの間を付けくださいってことで、えー、代わりのロレックスを貸していただいて、で、まあ出来上がったらそのロレックスを返して、自分のものが返ってくるってことがあったんですけども、その時に、ね、僕感動したんですよ。もうピカピカで、いや、これちょっと自分のじゃないのかなと思ったぐらい。 で、帰ってきたことがあって、そういう、まあ、やっぱきちっとしてるブランドさん、メーカーさんっていうのは、あの、そういうこともね、すごくきちっとされてらっしゃると思うので、一概にそのメーカー立ちになってしまうっていうことを、なんて言うんだろう、ね、最近のものってもうメーカーしかオーバーホールとか、修理ができなかったりするじゃないですか、ブランドしか。だからそこが一概にダメとは言えないんだろうな、という気もちょっとしますね。なので、成功はね、もうぜひ成功に出したいなと思いますただ僕の場合は、このね、これですね。 ケースに白樺の模様を入れてしまっているので、これが、あの、セイコーさんで対応していただけるどうかっていうのは、はっきり言ってわかりません、えー。ロレックスの場合とかケースにね、あのー、こういうものが入ったりすると、メーカーでの修理とかいうのは受け付けないというようなことを聞いたことあるので、僕のこの GS もどうなのかなというのはちょっとね、不安ではありますけども、まあまあまあ、あのね、気に入ってるのでいいかなと。 でこのケースのことも、あのまあまあ2件ね、今頂戴してるだけ、昨日のちょっとね、時間が遅かったので、あのまだ見ていただいてない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、今日はいただいているコメントでは、週3らしくていいですねと、ケースも週3らしい感じですごくお似合いですよというふうに言っていただいて、えー、少しこう、ほっと撫でを胸をね、なでおどすう感じでございます。うん、あの、僕は気に入ってます、このね、白樺模様。もうむちゃくちゃかっこいいと思ってるんでね、気に入っています。で、<laughs> <laughs> ある方があのかっこいいを追求してそれにチャレンジしていくものが世の中のデザインを変えてきたというふうにおっしゃってたんですよでまあその通りだなと思って何でもこうした方がかっこいいんじゃないかこうした方が便利なんじゃないかこうした方がもっとこうなのではないかっていう思いそういう技術者とかデザイナーの様とかって。 こね、思いが形になってどんどんものっていうのは進化していくんですよね、うん、なので昨日の成功のことに出たあの深く変わっていく進化という文字が生まれるんだろうなと思います私もこう見えても技術者の端くれなのであのそういうことをねあの自分に言い聞かせて、まあ、日々ねお客様に対応したいなと思っておりますそういうお言葉をいただいた先輩本当にありがとうございましたであのその 末長く愛用いただける。長く愛用いただけるという言葉に僕は感動しましたということを昨日言ってるんですけども、この長くというのも、えー、長短の長いっていう漢字は長くて、永遠の長くという文字を使ってらっしゃるんですよね。あの漢字は。そこにもう成功の思いがね、込められてるんじゃないかなと思うんですよ。あのー、永遠に使えるもの、ずっと使っていただけるんだと。 いうものでそういうところで飽きのこないデザインでえそういう信用性何十年経っても使っていただけますよという思いがね詰まってるんじゃないかなと思いますこういうね深く知れば知るほどやっぱりこう欲しくなりますねこれねなので今日なんか飲んでいいと思ってますっていう方がいらっしゃって飲んで糸みたいなとか 一番新しいので QF の82か83とかなんかいうキャリバーがありますかね。あんなのどうなのかなとかね。ちょっとあの辺は少し高すぎてね。難しいかなとは思うけど、もうちょっとね、いろいろ見てみたいなと思いますね。ちょっと仕事も頑張ります。で、今日はこれ。GSS。56GS でございます。 リファレンシャル番号が5645-7010シリアルが 0O1088 なので1970年10月製造かと思いますちょうどクォーツショックドーンとね来るときに成功が一番最後に作った機械式のグランド成功ですねでこちらの方がケースは3 6ミ、mm、リ。 ケースの厚さは9.5ミリ。ラグトゥーラグは40.5ミリ。私のものではそうでございました。で、28,800振動。いわゆるハイビートと書いてますけどね。28,800振動でございます。で、僕、黒文字盤が来ますって言ったと思うんですけども、これね、青ですね。うん。あの、黒文字盤が出てきたり出てこなっかったて、かなり少なく出て、黒って本当かなと思ってたんですよ。で、そのまま僕、友人も、 ま、黒だと思うんだけどなぁとかなりちょっとこう深いからちょっとわからないって言っててあの、調べさせていただくとブルーは存在するみたいですねで、ブルーが経年変化で少し黒っぽく見えるというふうに書いてて僕のは多分それに近いと思いますあの、めちゃくちゃグロッシーな黒が来たらあ、多分リダンだなと思ってたんですよで、これはね違いますねかなりねブルー 黒に近いんですけど、よく見るとかなりザラついてて、こうね、これちょっとね、このライティングではちょっと難しいんですけど、ブルーの経年変化で、ブラックに見えるだけかと思います。僕し、自分の目で見るとね、かなりブルっぽく見えるんですけど、このビデオ上ね、こういう照明が当たってしまうと、少しちょっとね、わかりにくいので、 ここはね、まあもう,こう映像上どうしようもないんですけども、えー、こちらのはブルー文字盤が経年変化して黒に変わったものかと思われます。あの黒の2段のものもだいぶ見たんですけども、もっとこう艶感のあるグロッシーな黒に仕上げているものがほとんどでして、なので、まあ僕のはこれ、ブルーなんじゃないかなと思っております。ただ、今ね、こういうふうに見させていただいて、ご気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、こちらの風貌、サファイアに変えています。 で、少し傷が入っていたっていうのと、えー、それを変えるんだなっていうことで、サファイアに僕は変えていただいております。なので、こちらの方はオリジナルの風貌ではありません。サファイアに変えています。なのでね。今後すごく安全,安全ですね。なので、こういうところも <laughs> あの僕は全然オッケーと思ってるタイプなのでね。あのー、その中には風防サファイアかよって思う方もいらっしゃるとは思うんですけども。 僕はもう全然気にせず、全然 OK です。もうガンガンつけれていいんじゃないって思ってるので、そういうとこはね、まあまあ、あの、いろんな意見があるかなとは思いますけども、僕はもう全然 OK でございます。こんな感じ。で、ケースはこういう感じですね。こちらも成功スタイルケースと言われるエッジを持っているケースなので、このリューズの部分ですね。昨日ちょっと僕言いましたけども、このリューズの部分。 こういうふうにケースに少し埋め込まれるような形になっています。こちらはグランド成功は必ずこういうふうに成功スタイルケースはなるんだそうです。かっこいいですね。で、こういう感じですね。で、裏なんですけども、ちゃんと、メダリオンがちゃんと残っております。成功 GS。だいぶね、ちょっとツルツルになりそうな感じにはなってるんですけどね。まだちゃんとメダリオンはついていました。 で, 5, 6, 4, ので、0を,、えー、を1088なので、1970年の10月で間違いないかと思います。で、クラウンにも当然この GS と。この GS と書いてますね。かっこいいですね。で、もうちょっと近づけて。 ライトがちょっとうまくいかないかな。ちょっともうちょっと明るくした方がいいのかちょっとわかんないんですけど、こんな感じですね。<laughs> どうですか。針とかもね、全然僕はこの状態いいんじゃないかなと思っています。全然平気です。ちょっとね汚れがね、うん、汚れかなこれなんか点々みたいなのが付いてるね。こういうところを見るとこれリ断ではなくてブルーが経年変化したんだろうなというふうに私は判断しております。 い,いですねどうですかこんな感じ。これね、で、美女なんですけども、今はこういう風なグレーのストラップをつけています。で、ちょっとこうエルメスっぽいねものなんですけども、であの家にあった、僕、GS の実はね、あの機械式を実はむちゃくちゃ前にも買って持ってるんですけども、全然つけないんですけどね。 あのちょっと重いのと、うーん、なんか最近ちょっとあんまりね、つけないのであれなんですけど、この GS のこちらのこういうバックルも持ってたので、今は一旦手持ちのものを合わせてるんですけども、えー、その当時の GS の、えっと、バックルが来ます。で、もともと僕、57の BGS を持ってて、えーまあ、セカンドモデルですね。で、あちらの方はうちの兄にね、プレゼントしたんですけど、その時についたバックルが、 あの売ってる方がいらっしゃって、僕友人がいてるんですけど、その方ね、そういう,こう美女ばっかり売ってるんですけど、その方にね、この前、先ほど連絡して、GS のバックルを売ってくれということで、手に入れたので、えー、こちらの方も手に入れて、ゴールドと、えっと、シルバーを買っています。で、ゴールドに関しては僕のね、あのいろんなものについてる、あこれじゃないなあの、ゴールドのやつがあって、こちらを買った理由は、実はこの56のケースのデイデイトの版で、 あの金のののケースのものがありますこれも友人が持っててこれ僕もねこれはちょっと買っておこうと思ってねもう少しちょっと後になってしまうと思いますけどもその56の金はねゴールドケースは買っておこうと思っているのでそのために美女も最初にもご用意させていただく形になりましたであのこのねピシッピシッとねこの病針が合うっていう話 あのよくこうネットとか見てるとその方もおってたんですけどクオーツの秒針ってずれてても当たり前なんですよって書いてる人がいるとそうなんですよねずれてて当たり前だと思います <laughs> うんあのちょっとずれてますね僕のやつはねっていうレビューとかあるじゃないですかうんでも成功は絶対それを許さなかったんですねなので僕のこれ38のクォーツですねこの電池がボコーンと出っ張ってるこの3882こちらの、えー クォーツも見ていただいたら分かると思うんですけども、ビシッと、分かりますかね。ビシッと、ね。素晴らしい。もう素晴らしいですね。もうこれ素晴らしいとしか言いようがないんですけど、もうこれ50年近く前じゃないですか。これ何年 ?74 年でしょなので、ちょうど50年ですよね。前のこの三八のクォーツ。バシッとこうね。 今でも狂うことなくこの秒針がビシッとこうインデックスに合っていく。あもう素晴らしい。もう素晴らしいですね。うん。あの、成功万歳という感じでございますけども、そういうことをね、あの今回コメントでいただいて、ね、もう嬉しいですよね。このもうビシッとした感じ最高なんですよね。バシッとこうね、来ます。これね、もうちょっとやばくって僕。 あのこの GS はねもう少しちょっと頑張ってみようかなと思ってますで611何だったかななんかもう一個ねちょっとなんかいいのがあったんですけどねちょっとその辺も頑張ってねあの手に入れてあの大事にしたいなと思ってます僕もこの末長く長く愛用させていただこうと思ってますのでねあのまたよかったらね え見ていいいいたただけたらいいなと思いますである方がこの前ね僕あのクォーツかえっと機械疾患みたいな動画の時に時計をその方がヴィンテージを使える人なのかどうかっていうのを見極める一つの方法があるんですというふうにおっしゃっててこれね僕それ言われてドキッとしたんですよ。自分が果たしてそれできてるのかなと思って僕ヴィンテージ大好きで本当に大事にさせていただいてるつもりです自分ではね。 あの見ていただいても分かると思うけど、僕、かなりしっかり手入れはする方なので、綺麗にするし、つけて帰ってきたら必ず拭いてから僕、ちゃんと入れるし、あのウォッチケースにもきちっと入れてるので、あの成功のね、このね、ちょっと待ってくださいね、のダイバーズに関しては、今、僕はね、えー、ちょ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 ,ちょ,っとよいょと、ちょっとカメラあれしようかな、こんな感じに実はダイバーズは置いてって、僕。 うん、で、ここにあの、皆さんがね、知ってるラドがあるんですね。気づかないですよ、これ。僕、本当に皆さんにお約束した通りに、寝るときつけてるんですよ。寝るときって一番無防備なので、あの、つけてて傷がつくか。まあ、言っても、布団とかなんてね、そんなあれかもしれないけど、僕、本当にこれつけて寝てるんですよ、毎日。でもね、だからちゃんと動いてるでしょ、時間。合ってるでしょついてないですよ、これ。 これ本当にね、傷ついてないですよ。すごくないですかこれ。ね、これこの辺傷に見えてないこれ違うんですよ。汚れなんですよ。僕の,この手の油がついてるだけなんですよ。すごい。すごい。セラミックすごい。セラミック最強ってことですね。このラドで、あの、まあスミスはちょっとね、3本的とかにつけたりするので、ここにちょっと入れてて、で、まあこのね、6458でしたっけ あのダイバーね 150m ダイバーがここにあって、まあ、ソーラーパワーがここにあってって感じでちょっとねパッとつける散歩のにとこにねパッとつけたりするものはこういう風にちょっと保管してるんですけど一応僕時計はかなりしっかりと保管させていただいてるでその方が言ってたのは例えばねこういう時計をね置く時にこうやって置ける人なのかちょっとあんまりしたくないけどで音が出るのか この音を出しておくような人は、ヴィンテージには向いてないんではないかなと私は思っています。ということで。なるほど。そうですね。やっぱり大事に扱わないといけないものですもんね。なので、で僕がそれね、例えばこういっぱい並んでね、ちょっと邪魔だから解けますねとか言って僕やるじゃないですか。その時に自分ってこの時計を大事に避けさせてもらってんのかなとかね。ちょっとね、言われて僕自分がドキッとしたんですけどね。 大事に扱いたいいたと思いますなのでこういうものもね置くときはちょっとこういうちょっとこうね大事大事してこの子もねちょっと大事大事してで今日の 56GS をつけていくんですけどこのケースやっぱりかっこいいですねであのちょっとストラップにもは今こういうものをちょっとつけてますけども僕この前あの 2220の手巻きのフルアラビアのゴールドのね時計につけていたあのザ・オッサン時計の革ベルトっていうのを言ってたやつがあるじゃないですかあれで同じ素材で少し暗い色で作っていただいてます今なのでえ昨日かな発注したのでまあ多分何日間かで来ると思うんですけどそれにするとねもっとなんていうのかなこう風格がちょっとね変わるというかちょっとこういい感じのね GS らしい 良さが出るんじゃなないかなと思ってこのバックルもちゃんとね、昔の GS のバックル、ちょっとゴつめなんですよね。かっこいいのが来るんで、それに変えてね、この GS は楽しんでいこうかなと思ってます。このね、ストラップの色もね、なかなかいいなと思ってるんですけどね。こんな感じ。どうですかいいでしょう。やっぱサイズ感いいですね。これ 36mm、ラグ幅が1 8ミ、mm、リラグとラグが40.5、mm、ですね。 なので素晴らしいね、サイズ感でございますね。まあ、このバックルちょっとね、許してくださいね。今これしか手持ちになかったのでね、どうしようもないんで。ちゃんと。どうですか。まあちょっとサファイアを変えてるので反射がちょっときつくなるので、少し見にくい動画かもしれませんけども、こんな感じですね。どうですか。56GS。いやー、かっこいいね。うん。こんな感じでね、こういう感じでございます。 今日はこういう感じで、この 56GS が来ましたので、先にデビューをさせていただいて、皆さんに見ていただきました。で、今後もその金の56が来るかはずです。ちょっとだけお時間ください。ちょっとすぐにはなかなかちょっと難しくって、もうちょっとね、お時間かかってしまうとは思うんですけども、あの、手に入れたらね、きちっと皆さんにご報告させていただいて、どういうものなのかっていうのもご紹介させていただけたらなと思います。で、 あの皆さんにちょっと意見が欲しいことがちょっとあってこれ先輩方でこういうまあ GS とかブレスレットをつけてらっしゃる方でこういうねマイクロアジャストがないタイプで一つコマを取るとちょっときついんですよねでつコマを足すとなんとなく緩い気が僕どうしてもしててどちらを選ぶべきなんだろうと分かんなくって僕これでまあまあ多分ねこれで指がちょっと1本入るぐらい。 って言われるやつですよねなのでいいと思うんですけど、なんとなくもうちょっとピシッとしてほしいなっていうこのギリギリの感じがすごく難しくて僕、皆さんはどちらを選びますかちょっと遊ぶなっていうぐらいなのか、いや、ビシッとつけてますっていうのか、どっちかなっていうのね、もう少しご意見があったらね、言っていただきたいなと思います。で、あの、お一人がね、あの僕の前のオメガのーマスタークロノメーターの えっと、ライスブレスのことに関してコメントいただいてて、あの、シューさんの16.5センチっていう手首がすごく羨ましいですと。僕は骨太で17.5センチあるんですと。で、この1センチの差はすごく大きくて、あの、昔のオールドコースなんかとか、オールドの成功とかのものになると、ブレスレットがどうしても短いんですとおっしゃっててね。確かにその当時の僕が手に入れてる、ああいうオールドコースのブレスレットタイプのものは、僕で、 まあまあちょうどいい感じになるんですね。で、あの、昔のアジア人の体に合わせて多分セイコ光さんもその当時は長さを設定されていらっしゃると思うので、長くないんですよね。で、逆に言うと僕がスイスのブランドの今の原稿品買うと長くてどうしようもないっていうね、ことだと思うんですよ。これアジア人のための手首には設計してないと思うので、そういうところのね、ところで羨ましいと言っていただいたことがあって、 あの僕もね、コマ調整をしてきっちり調整したいタイプなので、なのでベルトなんかも全部フルオーダーで僕、オーダーメイドで作ってるんですね。市販のものはどうしても長かったり、穴がわからなかったりするの気持ち悪いので、僕そうするんですけども、あのそういうエクステンションがね、あのシーズンとかも成功のやつも前のやつもちょっとついてましたね、LM とかもついてたんですけど。 ああいうものを、あのよかったら僕はあの、次に帰国の時にあにお送りしますよって、その方にはね、お返事させて,いた,だていただいたんですけど、そういうこともあるんですよね。なので、もしそういう同じような悩みの方がいらっしゃったら、どうしてるかっていうのを、またコメントで書いていただいたりすると、その方にも参考になると思うし、僕も勉強になりますんでね、先輩方で、そういうちょっと手首、僕よりすくって、しっかりした方で、 どうしても昔のオールドセイコーってブレスレット足りないよねという時にどうされてらっしゃるのかというのをまた情報なんかをいただけたらね嬉しく思います。今日はこれ。ドン。セイコーがクォーツショック最盛期あの時に出した最後のグランドクォーツ機械式。 登録 GS。こちらを皆さんと見させていただきました。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録いただくと本当に嬉しく思いますので、またよかったらチャンネル登録いただいて、ぜひ応援くださいませ。コメントは必ずお答えしてまいりますので、何でも結構でございます。コメントもお残しくださいませ。今日はこちらでした。じゃーん、かっこいいですね。GS でございました。 本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。